こちらボールパークステージ、まもなくダンスショーが始まるんですが、なんかずーちゃんが言いたいことがあるみたいですね。もしかしてそれは出ました。皆さん、富山に行ったよって人いらっしゃいますか？ありがとうございます、ありがとうございます。富山のね、アルペンスタジアムではお披露目をしたんですが、ここでも見せたいの？わかりました、見せましょう。はい、じゃん。こなつお姉さんのビュッフェ旅行記、拍手。ねえ、ここでもやるの？わかりました、やりましょう。さあ、ずーちゃんがね、上手に絵を描いてきてくれたんですが、こちら何かと申しますと、富山に行くまでこなつお姉さんが、サービスエリアなどで美味しくいただいたものの数々をずーちゃんが漫画にしてくれたんですよね。じゃあ見ていきましょうか。はい、一つ目、焼きまんじゅう。美味しかったね、焼きまんじゅうね、ふわふわでね、なんかお味噌だれみたいな感じで美味しかったですね。焼きまんじゅうまず食べて、続いてにらめっこ焼き、これ中にカスタード入ってるやつ食べたんです。アップップってずーちゃんとお姉さんがね、にらめっこしてるんですね。続いて、はい、高原ソフトクリーム、これ美味しかったな。もうお姉さんこれね、ソフトクリームに夢中になりすぎてね、カラカサお化けみたいになんか描かれちゃってるんですよね。カラカサお化けがね、ちゃんとこのレッグを履いてるんですね。続いて、マス寿司、富山といったらマス寿司でしょう、ね、これは絶対食べておきたいなと思って、これね、あのすごいね、あの長方形でさ、スマートフォンみたいだったのよね。スマートフォンみたいで可愛いなと思って、お姉さん四角いものが好きだからさ、可愛いなと思って、ずちゃんスマートフォン描いてくれたんだ。もうここの魚もびっくりしてますよ、ね。そして、ご当地和菓子、面影、牛皮が使われてた和菓子でね、お姉さん牛皮が大好物なもんで、もう和服まで来ちゃってね、はい、あの美味しく和菓子、あの1個で売ってたのよ、お土産がね、あの1個で売ってたから、それも買ったのね、それもね、美味しくいただきまして、最後これはあのずーちゃんがね、なけなしのお小遣いで買ったブラックメンチ、これ違うんですよ皆さん、ご誤解です。一口あげるよってずーちゃんが言ってくれたから、あ、じゃあお姉さん一口もらうねって言って食べたら、その一口がね、大きかったってずっと言うんです。そんなことない、お姉さん口は割と小さい方ですよね、一口いただいたんですよね。ずいぶん食いしん坊みたいに書いてくれたじゃない、ずーちゃん。でも美味しいものがいっぱいあってね、あの富山ももちろんですけど、富山の道中もね、あの食を楽しんで、でも遠征ってそれが楽しいじゃないね。あの今回成田空港40周年スカイナイターということで、皆さんもね、遠征先では試合はもちろん、美味しいね、ご当地の食べ物とかね、観光も楽しんで、それが遠征の醍醐味ですね。正当化しますよ、お姉さんは。あ、ブラックミンチのことはごめんなさいね、ちょっとしか食べてないよ、ね、ということで、皆さんもね、ぜひ成田空港を使って遠征に行きましょうというご紹介でございました。さあ、ではちょっとずーちゃん、そろそろ時間なんで、そのまま行きますね。はい、そのまま行きます。さあ、ここからのお時間は、改めてマー君、りんちゃん、ずーちゃん、Mスプラッシュのダンスショーでお楽しみいただきます。もう一度エリア